皆さんこんにちは。今日8月14日で、宇野塾通信をお送りします。で今日 の、 テーマはですね、5月16日のマイク・ポンペイオの記事で、まあ、エコノミストから取ってきています。でマイク・ポンペイオの外交政策の政治への関心は彼にふさわしくない。国務長官は中国を叩くことによって世界の指導者を混乱させているということで、まあ、これどちらかというと、まあ、今までいろいろポンペオの記事がありますけど、その中でちょっと彼を批判的に言っている内容ですね。いつもとちょっと違う内容なんで取り上げてみました。ですね、それではちょっと中入ってみますね。結構長い文章ですけどね。ポンペオはかなり聡明な男だが、ナンセンスなことを何度も話をしてきている。2010年のティーパーティーの波に乗って上院議員になったのだが、まあ、まだ10年しか経ってないんですね。有名になったのはヒラリーに対して陰謀説を持ち出したからだった。彼は証拠もないのにベンガジの4人のアメリカ人、アメリカの大使ですね、殺害を共謀したと主張したが、ウォーターゲートよりも最悪だ。トランプの国務長官として彼はトランプを大好きな福音教会派の人たちに人気があるということですけれども、無宗教のトランプをペルシャのユダヤ人を救ったペルシャ王に嫁いだエスターになぞらえている。で、福音派をなぜ支持しているのかをその根拠がないという意味でこのエスターということを引き合いに出してですね、まあ、トランプは無宗教ですから。コロナが中国の研究所から発生したという彼の主張はアメリカの陰謀組織から、諜報組織からでは出てないし、その根拠もないのだが、彼の流儀だ。最近なんかはそういう中国の研究所から出てきたっていう、オーストラリアからにこうそういう情報を掴んだ話がありますけど、この今の現時点では、ある意味ででっち上げだということを言ってるんですね。世界は彼の性格を理解している。ポンペオは中国人にひどく怒っているが、共和党以外の人たちは彼の言質を真剣に取り上げていない。まあ、過去の彼の行動とか発言があるからですね。アメリカ人の半数はポンペオの言葉をねびいている。オーストラリア、ドイツなどの政府は彼の言葉に疑問を持っている。元アメリカの首席外交官は幾分は超党派として考えられているから、彼の言葉は重みがないわけではない。ポンペオは筋がいいんですね。政府の中でも抜きん出ている。彼はウェストポイントやハーバードロースクールでの輝かしい成績を持っている。彼はアメリカファーストの外交政策を一貫して支持してはいるけれども、その実行においてはフェアでないと疑っている。ポンペオは外形とは異なり生真面目な性格で、外交政策の主流派からいやながらも受け入れられている。同盟国との彼の基本的な外交政策は極めて標準的なものだ。同時に大統領とか金持ちと直接関係のない人たちの間で彼はトランプへの信頼を得てきている。ジョン・ボルトンが8ヶ月前に解雇されたので、彼は政府の外交政策の権力者となった。エスパー国防長官とかオブライエン国土安全保障補佐官はよりも全然こう評価が高いというんですね。彼の最近の目立ったことは、中国やアフガニスタンの指導者のことで熱弁を振るい、イスラエルに飛んでパレスチナの併合とイランのことを議論しているんですね。ポンペオがパキスタンとの外交努力がなかったら、タリバンからのアメリカの撤退もっと急いでいただろう。これも陰謀っぽい話だ。彼はボルトンなどよりかはトランプに忠実にしようとしてきている。マティスやジョン・ケリーのように国務長官は軍事的に強気の姿勢を持っている。だけど、これらの将軍出身とは違って、ポンペオは数年しか軍の経験がなく、命令を受ける立場にあった。彼の中国いじめはトランプのコロナとの取っ組み合いから目をそらすための方策だということなんですね。彼は何度も大統領の衝動的な言動に対して守ってきた。トランプがシリアから軍を撤退するという脅しがそのいい例だと。ポンペオは適応力のある人だ。その一つは、彼はカンザスで平凡なビジネスベンチャーで12年過ごしてからワシントン DC に来た。
最初はクリントンにアタックした。次にまだ共和党から愛想を尽かされていたトランプだった。ちょうどトランプは人材を求めていたので彼は知名度がないのにうまい具合に職を得た。もう一つは外交政策に対して彼の政治への関心の高さを上げることができる。2013年上院議員のトム・コットンと一緒にシリアの攻撃に関して議会の承認を得るためのオバマの要求を認めるように共和党に促した記事を書いた。共和党の議員が民主党の要求を支持することは信じがたいことであった。こうした超党派の考え方をトランプの下で加速した。片方を攻めることは最も簡単な方法で、与党の共和党は民主党の保守的な一般的な考え方に対して、オーソドックスな考え方に対して保護貿易主義を正当化している。ポンペオはイランの政権とオバマの核協定を極端に嫌っているが、この署名が最も対立する懸念になっているのだが、偶然の一致ではない。今まで彼はいつかトランプのために数多くの事項で妥協してきたことを自己弁護するかもしれない。どういうことを自己弁護するかっていうのはちょっとわかりませんけど、ポンペオが取ってきた外交政策の超党派の態度はとんでもなくまずいものだ。もう最近の彼の演説、好戦的な演説のことを言ってるんです。こうした対中国の政策は果てしない不安定な状態をもたらす。前任者が努力してきたものを台無しにしてしまう。トランプがオバマでやってきたことを否定するように、このことはアメリカの外交の新たな論拠であり、発展性のあるグローバルな強みを捨て去ってしまうことになる。今の調子ではポンペオはイランを苦しめるよりかは、コロナの最中に大統領の顔に泥を塗ることによって、ウイルスの件で中国をけなすことによって、世界のまあまあの今の中国との状況を損なってしまうことの方が世間の記憶に残るだろう。これはアメリカらしくなって。ということで、やっぱちょっと強行しすぎですよと言ってるんですね。どちらかというと、今の、世界の意見は、彼のこの記事とは違ってですね、ポンペオの言ってることが、今までこう台湾支持とかね、南シナ海の態度とかっていうのは、世界的な動きとして、中国一辺倒ってのは問題じゃないのと、ヨーロッパ、ヨーロッパのドイツとかね、やっぱりイギリスに対して、ホワウェイの 5G を認めるとかね、そういうことに対して問題あるんじゃないの、もう一回中国が力をつける前に、今ここで叩かないと、我々はチャンスを失うよっていうふうな方が世界の流れとしては正しいんです。ここ言ってるのはちょっと標準的な意見じゃないんですけど、ちょっと取り上げて、見ました。ですけど、流れとしてはですね、ポンペオの発言は皆さんフェーバーだと考えてますね。どういうふうに出てくるのか。で、例えば尖閣諸島もね、この夏休み、盆休み明けに中国が漁船が数十隻来るよって話もね、ポンペオのこう南シナ海は日本の領土だと、尖閣諸島は日本の領土だと言ったようにですね、そういうふうな動きの中で果たして彼らが来るのかどうか、要するに矛を収めるっていうかね、そういうふうに中国はしばらくするんじゃないですかね。いろいろ彼ら強圧的に出てきてますけど、そういうふうにこう力の均衡をアメリカはもう一回取り戻そうということに対しては、ポンペオとかウィリアム・バーとかね、何人か言いましたよね、ここ2ヶ月ぐらいで発言しましたけど、そういう意見が大勢を占めています。で、今日はそういうことで以上で終わります。